FM Music. FM Osaka. 85.1. Tengar presents Midnight World Cafe. Tengachaya.天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋、どうもこんばんは、ケンタ小林です。本日はねちょっと非常に暗い放送に耐え難きを耐え忍び難きを忍んできましたが、我らが2トライブがですね終戦を迎えるという全面降伏により終戦を迎えるという、今後不平等条約が結ばれるというので、まあ、お葬式のような放送にはなると思います。この後ですね、2人からの演説があるらしいです皆さん襟を正して、できればですね、起立して今日の放送オープニングだけは聞いてください。この番組は妄想キアドに土曜日深夜をキッチな世界を誘おうと思ってたんですが、今日は皆さんご起立してお聞きください。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャヤ。この番組はテンガの提供でお送りします。電話プレゼンツミッドナイトワールドガイテンガチャ、改めましてケンタ小林です。そしてそんな空気悪なってないですよ。言いにくいね。はい、ツートライブ高典と周平魂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、こんなテンションじゃないんですけどね。それでは国民の方がお待ちなのでいやいや、まあまあ応援してくださったね、リスナーの皆さんとかも結構なんかツイッターとかでなんか、そうですね、応援してるみたいなの言ってくださって、もうそれはありがたいんですけども、はい、準々決勝でちょっと敗退しまして、はい、まあラストイヤーやったらね、もう M1 に出ることができないということで、はい、まあでも本当に見て、動画を見ていただいた方とかね、投票とかなんかしてくれた方はありがとうございます。はい、ありがとうございます。投票。はい。ワイルドカード。ワイルドカード。ワイルドカードの投票、もしダブル東が。ダブル東が行ったんですけども。ちょっと俺もまあ、はい、この業界長いんでね。はい。ちょっといろいろ密定を放ちまして何人か。はい。密定。はい。はい。ちょっとワイルドカードぶっちゃけ。はい。どれぐらい入ってんねんと。え？嘘でしょ。嘘でしょ。それは無理でしょ。うん。まあ本来ね。本来無理ですよ。はい、いや違う。ツートライブだけでええねんと。はいはいはい。え？そんなことできるかな。まあワイルドカードないやろから。いや。人気ないから。まあまあまあそうですね。はい。調べてくれということ、はい、旦那困りますよ誰それ誰なんすか旦那そんな悪い人いるんや。でも気になりますけどね、そんな言われたら10票です。いや、まあ、少なそんなことない10人少ない。いやツイッターでも見るからでもそんなことなかったっす。いや10票です。大家族やん。大家族全員でもやってる。それぞれ の奥様とそのそれぞれのご両親から10票いただいたようです。そんなことないでしょちょうど10やな。ああ、いやちょうど10です。22の22の22。いや、そんなもうそのお笑いを見てる方、普段見てる方は誰も入れてないってことないです。はい全然愛されてないよ。嫌われてるやん。もういや、そんなことありますか。はい、いや10票10票。はい。それはちょっと考えなあかんですね、それやったら。それ調べられないですけどね、それ言わないですけどね、そしたら。そうそう、もう機密事項よ。だからそこを俺密定放って。ラジオで言うたらダメじゃないですか。そのことをラジオで言ったらダメじゃないですか。まあ、旦那困りますよって言われたけど、まあいいでしょう、ツートライブがワイルドカード残ることはないでしょうか。投票しましたって言ってくれてる人。そう。10票以上あった。嘘やそれ。わざわざ言いますかね。騙してきてるんですかね。うん、悲しいの。まあでもそうか、投票しましたっていう人も全部足しても10ぐらいか。20かだから。悲しいこと言うな。通訳を、はい、足して20。足して20ぐらいですね。ありがたいですよ。10ってなんやねん。20あれは。裏から聞いた10なんやねん。それに足してくださいっていう。うん、はいはいはい。でももう終わりましたんで、ね。まあでも自分ら的にはもうね、はい、もうやりきったっていう感覚なんで。うん、悔しいのは悔しいよね。悔しいですけどね。出たかったっすけどね。マジで出れへんねやっていう。はい。はい
びっくりしますね。15回もチャンスあんねやったら、はい、10回ぐらいどっかで出るやろ、はい、しかも割とその漫才に関してはそんなにサボった記憶もないんで、うん、記憶たどっても、まあ、それいけへんねやっていう、うん、びっくりしてる状態ではありますね、はいけたらなよかったなっていう感じですけども、うん、こっから先は長いんで、それはまあ、 あの戦後処理が長いだけで戦後いや、うん、敗戦というかまあ、うん、いやまあでもね、うん、もう僕らが引いたってことなんで、もう、うん、もうちょっとね、芸歴パツパツまでやってるから引いたことにならんのよもう俺こう13年目とかやって引いたってなんだけど、和牛とかは引いたの和牛さんとか引いたの戦略的撤退したの、まあ、僕らも最後まで出たんで、うん、で出れなかったんで、うん、あれ引いたじゃない、うん、全敗うんえぐいぐらいの引いたじゃないのか、うんうん、まあでもまあ楽しかったですね、最後の漫才が M1 でやった漫才がまあ楽しくできたんで、まあ、唯一その救いというか、予選は M1 じゃないかなと、うん、あ確かに僕らの中ではもう M1 って予選でしかなかったですけどね、最初から最後までもうどこまで行っても予選でしかなかったですけど、どこ行ってでも今田さんおらんかった、どっこ探してもいなかったっすね、もう同じも見えなかったっす今田さんの上と綾はおろか、おろか今田さんのうなじすらM1 には触れれなかったっすね、1ミリも、そうか、はい、うん、あれ敗者復活でも行ったことないんやったっけ、ないですよ、もうびっくりするわないです、敗者にも選ばれてないんですよまだ、はい、負けとも認められてない、敗者でもない、敗者の権利すら与えられず、はい、与えられず、はい、一回ぐらい行きたかったなぁ、まあ、でも実は私見たんですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、ツータライブのね、はい、ちょっと見て放ってちょっとツータライブのネタ見せろ、僕らのネタわざわざ見て放ったんでも見れますよあれ全国民がスマホ一台あれは困りますよ旦那って言われて誰なんですかその越後屋みたいな反物を高く売ってくる、うん、よかったです、ありがとうございます、もうその言葉だけで、いやいや俺のこんな言葉で満足してたらあかんねんけど、これ良かったってのはほんまに良かったっていう、マジで良、はい、かった、ちょっと目の周りの湿度上がってきてますいやこういう時なんかコウさんボケの時多いんで、いボロカス言われるもんかと思って、いや 僕もそうです、あの今日嫌やなみたいな思ったいやまあそうまあまあまあ何かしらはこうあるやろうなとは思ったんですけど、いや正直良かった、嬉しい、嬉しすぎるやろ、たまらんわ、でも、はい、その前の3回戦は、はい、落としてもよかったんで、言わんとってください、それ落ちてたらなかったことになるんで、そのよかった準々決勝、俺が審査員やったら、はい、3回戦落としてたんで、いや、やめてください、いいそれ、はい、そういうこと言われるんやろうなとか思ってたんですよ、はい、結局ありましたよ、ね、ありましたよ、結局、準々決勝、マジでよかったよ、マジですか、うん、いや、行ってもよかったと思う、うわどうにか言ってくれないですかね、その人にいやその前に3回戦のことちゃんと俺運営側に言おうと思う、それ言わなくて、それ言わなくていいですってってことはあんなもん落とせって言う、いやおばさんぐらいの人が決勝良かったって言ってくださってるってことは、でもこいつら3回戦あかんかったからなって話で落とされた可能性もゼロじゃないかな、うん、いやそんなことなかった、合わせて1本みたいなことそんな神しないでしょ、そこ通してんのに、いやでも小葉さんから良かったって言われたの初めてだと思います、いや3回戦ほんま、いや3回戦の話も準々決勝の話にしもと、ね、動画も落とすべき、いや上がってないですし、もうね、うん、はい、あの上がってんのか、もう終わりましたし、はい、別に、まあ、俺が密偵放って流出させる、いややめてくださいそんなダメですよ、切り取ったらダメですよ、僕らのために密偵3発放ってますよいや最後の漫才で、まあ、最後の漫才でこうお褒めの言葉いただいただけでもめっちゃ嬉しいですね、もういやこんなことで喜んでたらあかんけどな、はい、まあでもこっからはいつなげて、いやまあはい、うん、もう12月から向こうとするから、えあの最後の準々決勝は、はい、なぜなら3回戦で落とすべきやからこれほんまじゃあこれマジでネットニュースになるんですよ多分こういうの、え小馬さんが話すこういうのめっちゃ変な反響呼んでまいりますって、2ドライブをほんま3回戦落ちてたんちゃうかみたいな小馬さんが準々決勝の審査員やったのだ、もう投資取ってもよかったぐらい、でもよかった、うわーでこっちありがとうございます、はい、こっちね、まあ、分からへんよ、はい、審査員っていろいろやから、そうですね、はい、俺が審査員なら、はい、5でいいんじゃないですかっていう、いやこっちね、なるほど、うん、あこのレベルやったらこう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、3回戦お知らせ、3回戦大丈夫です
ね、今お知らせ、はい、僕落とすべきですって提言してたやろし、多分審査員やったら。いやいやいや、今回の結果を受けて脱退してたと思って審査員。なんで3回戦の時点で、なんで俺がこんな言うてんのに通すねんあいつら言うて、なんで3回戦の時点でそんな揉めんねん。ほなやめるわ、揉めないですよ3回戦の時点で、点数通りで言ってるんですよ、うん、あれ、はい、どうやったんですか3回戦の手応えは。いやいやいや、いいんですよ、順々でいいんですよ、最終ね、うん、のやつでいいんですよ。準々決勝の手応えはやった感じどうやったの。もうほんまに楽しくいかなしゃあないなっていうのと、うん、あとまあこう降りてきた時には、まあ、よかったなって言いましたね2人とも、うん、まあとりあえず自分らがしたい漫才がしたい形でできて、うん、お客さんもついてきてくれて、うん、あよかったなっていう感じで、うん、まあ、結果分からんけどみたいな、うん、もうただただ嫌な思い出になるんだよりは、うん、っていう感じでしたね。そこでしたね。その時はまあこれもどっち結果どうあれそれ人が決めることやからまあどうでもええと思うしかないなとは言ってたんですけど、うん、結局結果見たらよく出てきましたね、うん、行きたかったなっていう、うん、はい、じゃあ3回戦の3回戦はもういいですって。もういいですよ、お知らせいきますよ。どう思った3回戦でも3回戦は3回戦で別に一瞬僕もあこのくだりこんなことなってもたかっていうので一瞬あの終わったなっていっぺん思った瞬間あったんですけどね。あやけどまあその後がもうバーンと、ね、はい、その後なんとかこうしがみついたんで3回戦は3回戦で あれはあれでええ戦いやったなっていうとこはあると思います。はいはいはい、そうですね、うん、3回戦の話今更もうタイムリーじゃないですしね、うん、で準々決勝が小林さんが、準決行ってもええぐらいの漫才できたっていう。いや3回戦は落とすべき。3回戦の話ええですよ、もう3回戦もう全部その塗ってくるやめてください3回戦で。3回戦でそんなあんま言わないっすよ、はい、今から陳情書書こうと思う。俺誰に大会運営本部にやめてくださいほんまに。それ書いても何も事実だ。だ記録上3回戦で落ちたことにしてあげてください。それ書いても今年の M1 何も変わらないんですよ。もう書いてもいいですよ、準々決勝、準々決勝終わったんで、うん、おもろなるから書いてくださいやっぱり、うん、もういいですよそれでも。もう陳情書書くよ俺。次ない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 。おかしいになりますよ、はい、この人頭おかしかったなってなりますよ、はい、それはもうなってるどうに。いや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 、そんなことはないですよ、楽しくね、できたということで。あでももうほんまそれだけでいいな、お褒めのお言葉いただくだけでいいから。漫才褒めていただいたの初めての。今日までちょっとドキドキしながら来ましたけど、それをプラスにしたらあかんし。いや確かに、はい、いやでも一旦プラスなんですよこれは。お前らからも陳情書書くべきやもん。何の陳情書やねん。3回戦落としてください、落としたという形に記録で情報残してもらえませんかと。意味わかんないっすね。なんでなかったことにするの。なんでそんなそれでなかったことになってるんですか。別に負けてるんでいいじゃないですか。いやもうそうそうそう、これでね、これ勝ってたら言ったら言っていいんですよ、はい、それあいつら3回戦落とさなかったって、はい、わあそうですねみたいな笑いになるんですけど、うん、順々で負けてる1個次で負けてるんで。いや記録って残ってしまうわけ。でもこのタイミングで M1 グランプリが2トライブのあの準々決勝まで行った2トライブなんですが、実は3回戦で落ちてましたって発表しても何の意味もないですからね。誰も見ない、誰ももう何の気にも留めない。意味あることしか正義ってやったらあかんのか。いやそうですよ、意味ないですから誰も見ないし、ちょっと意味なさすぎる。意味のない正義っていうのは正義じゃないのか。正義じゃないですよそんな、誰も見ないんですから、視聴率がゼロなんで。それでも俺は戦う。いや見ないから。ジャーナリストとしてで正義でもないですよ、受かってんのに落ちてたみたいな。おかしいじゃないですかそれは。ね、いや俺の本当に言いたいことはだから3回戦のことよ。いやいやいやいいですよ、まあ、それはそう、ほんまにそうなんでしょうけど。でも別にほんまに別に言いたくない、そのあのネタ良かったっていうのは事実なんであれば、うん、もう僕らは満足で、うん、ホクホクで今日帰れます、うん、ほんまに。でね、次からのセカンドとかもありますから、うん、それのちょっとね、うん、肥やしにしていきたいなと思います。はい、3回戦ええって。3回戦の話も今3回戦の話してる人いないですって M1 の準決勝メンバーも決まって。もうだから決勝っすよ、もうクリスマス。やり逃げみたいになってんのが嫌やね俺は。じゃ、違いますって、もう売ってんの。それで言うたらギャロップ林さんにもちょっとチクって嫌なこと言われたな。え、なんなんそれ。準々決勝なんでそんなこと言う担ぎって言われて、はい準々決勝ですって言われて、うん、あよかったなみたいな、うんうん、チクッとこの後に、まあ、俺とモーリーの中では3回戦のブラックリストに載っててんけどな。なんやねんそれ。なんでそんなに言うの。ブラックリストって何やねんそれ。何コンビで2人でブラックリスト作っとんねん。ギャロップよ。そんなことすんな、もうセカンドチャンピオンになった男がブラックリストコンビで作んな。大阪のコンビそんなこと言うな。何を。お前、おい、ヌスッと武々しいとお前らのことやな。何やですか。自分らがお前すり抜けるように3回戦通っといたら、そんなわけやろ。いや、3人になった。すり抜けるようではね、ほんで今動画も上がってないから隔離もできるでしょ、皆さんも。
そう、いや別に、うん、いや受けてましたよ普通に、だからいいじゃないですか別に、ね、僕らがそう1年間やってきて、うん、このネタを出そうこのネタを出そうって言ってやってきたわけじゃないですか、うん、もういい、いいでしょそれ。それ見て林さんがモールとモールの中でブラックリストになったけど、それなんやねんブラックリスト。まあ俺の中でもブラックリストって、ブラックリストって何なんですか3回戦聞いたことないって、ブラックリストって、あれ今思い出した、ちょっとなんか意味わからない。これで今後3回戦の映像が隠蔽されたままとなると、いや隠蔽っていうか、そう、ただシステム上出してくれ、出してくれ、ほんならあえてな、いや出してくれよ、そんな、あれをめっちゃ面白かったって言ってくださる人もいっぱいいる、いっぱいいましたよ、はい、これ感覚の違いちゃいますか、あ、面白かったって言ってくれる人も、はい、そいつとギャロップとどっちが実績あんねん。いやいや、実績というかお客さん、いやそれムカつくムカつかんでたらお客さんの方取りますよ、僕お客さんの言うこと取りますよ。いやし、ギャロップさんその日 MC やから、うん、MC やったら3回戦の、うん、そこらクリストとか作ったらあかんって MC がほんまや、 MC やったやん、 何してくれてんねん心の中でブラックリストに乗せながらMC やったであれ、全組面白かったですねとか言いながら、 いいんですよ。いやこの間ね、もう踏んだり蹴ったりやなっていう話なんですけど、まだ、はい、うん、M1 も準々決勝敗退して、うん、まあ、ちょっとしたこう自転車でぶつかってもって、うん、小指包帯してるね、小指が痛めてしまってこう、うん、ギブスみたいなのしてるんですよ、うんうん、まあ、めっちゃ丁寧な人やったんですけど、レントゲン2回取ってこうひびが割れてるように見えるんですが、ひびが割れてる、あ、ひびが入ってるようには見えるんですが、うん、いやでもこの角度から見たら骨は異常ないんですけど、うん、骨折級の損傷ですっていう、うんうん、謎の3週間みたいな、謎の全治3週間の謎の診断を受けてみたいな、うん、でまあでもそれを受けて、いやありがとうございます言って、で僕その日にちょっと時間空いたからつけ麺食べたいなと思ったから、つけ麺屋入ったんですよつけ麺入って一人で食べようと思って、僕これ固定したからもう橋もいけるなと思ってたんですけど、もうポロン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 落ちて、小指って大事やからな、こんなあかんねやと思って、俺も小指痛めてるから、はい、最初ビビったよ、小指上がんだけでこんなあかんかいろ、そうなんですよ、小指と薬指を今固定してる状態、うん、これだけで何をするにしても小指使ってたっていうな、そういうことなんですね、なんか自分のイメージの中ではもうこれ固定したからもう大丈夫、もう箸も持てるっていうイメージしてるんですけど、それ描いてる通りにいかないんですよ、なんぼ食べよう思ってもポロン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 って箸が落ちて、うん、でもちょっと左で行くしかないかと思って、ほんでもう左でも全然うまいこといかなくて、うん、ちょっと恥ずかしいけどもうちょっとフォーク頼むしかないわと思って、子供が頼む、はい、うん、ですいません言って、ちょっとでその時も自分もなんかなんでじゃあお前入ってきてんって思われてるやろなって思ってるから、もう言葉数も多いんですよ、すいません、これちょ昨日やってしまいまして、でもう僕箸持てると思ってたんですけどちょっとどうやら無理みたいなんでとか、なんで俺こんな自分で説明してんやろ思いながら、フォークもらっていいですかみたいな、うん、ちょっとその女の店員さんがちょっと半笑いで笑いこらえながら、うん、あ、分かりましたみたいな感じで言って、んで奥行って、すいません言って、ちょっとこのフォークしかないですって言って、もケーキ食べる用のもう三つ股ぐらいのめっちゃちっちゃいフォーク出てきたんですよ、うんうん、最悪や思って恥ずかしいと思って、つけ麺ってもうドバーつけてもうズルズルズル行きたいわけじゃないですか、うん、もう2本ぐらいしか引っかからないんですよ、うん、2本ぐらいでチュル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 ってもう口先で食べてたんですよ、は、うん、ったら後から入ってきた女の子2人と男1人の3人組はバーッと入ってきて、うわしんどいなって真横にバーッと座ってきたんですよカウンターで、もうしんどい、もうその横でチュル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 口先で、もう僕はもう別にこんな恥ずかしくもなんともないですよみたいな雰囲気でもう食べてるわけですよ、もうよりによってなかなかないのに顔さしてもたんですよ、うわー、ほんで一人の真ん中の女の子がうわあの人みたいな言ってるんですよ、でうわもう顔は出てんねんけどなって、いや顔はここにあるから出るやろとか思いながら、あでももうそっちに話それてるからフォークはもう気になってへんなとか思いながら、でもチュルチュルチュルなるべく急いでもう何回ももう2本取ってはつけ食べ、チュルチュルチュル2本取ってはもうチュルチュルチュルってやってて、ずーっと言ってるんですよ、誰やったっけみたいな、でもこのカンテレでたこ焼きのロケみたいなやらしてもらったんですけど、結構過酷ロケ、たこ焼きのたこ焼きのみたいな言ってるんですよ、ほんでもう一人の女の子分からんわとかって、この男の人はもう僕の方にもう体向けるぐらいの感じで見てるんですよ、みたいな、ほんでその横で僕チュル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 勘弁してくれよ思いながら、ほんで真ん中の女の子うわー何やったっけなみたいな、でフォークはもうなんとかもうこれ ぼやけてるわとか思ってたら、フォークのって言って、あじゃあフォークちゃうわっつって、めっちゃフォーク気になってたんやほんでその後もう、いや、フォーク結局気になっとったんかい思って。
でも余計恥ずかしなりながらもうチュル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 って急いで食べて、食べ終わってもうおはよう早々に帰ろう思って、帰ろう思ったらすいません言って、もう多分もうそこまで言ってしまったからもう気まずいってなったんでしょうね。あんたフォーク言ってるやんみたいな、コソコソコソみたいなあった後に、なんかサインもらっていいですかって言われて、いいですよつって、もう僕も恥ずかしいけど、もうそこはもう堂々たるもんですよ。何ですかってカバンの中バーッ探って、うわなんか書いてもらうもんないかなって、バーッて中からズワイガニ出てきて、これにサインしてもらっていいですかつって、ズワイガニにサインしたの初めてですよ。ええっすかこれでみたいな。嘘すぎ。って、いや、そのね、T シャツとか手帳の裏とか、なんか最悪スマホとか、ズワイガニにサインしてくださいって、鍋でもしよう思ってたんでしょうね、夜に。びっくりしました。びっくりとかないや。途中のオチの時、はい、ものすごいことになったな。なりましたね。まあでも、全然、3回戦より良かったよ。いや、どんだけあかんかって。どんだけあかんかって。ええわ、3回戦の話。ちゃんこってる。3回戦の話ええですって。誰が今 M−1 の3回戦の動画の話を振り返るんですか。ねえ、そんな別にこれ落ちなあかんみたいに言うてる人いなかったですって。だから3回戦いやでもそれは生の声でむっちゃ後輩とか言ってるかもしれんな。腹立つな。落ちてる後輩が「あれ2トライですよ3回戦俺飲んで」みたいな。あれ3回戦何やったのな。水星チークダンスの基礎あたりが言うてるかもしれんな。言うてそうやな。うん、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、じゃあお知らせを。はい、それではここで天賀さんからのお知らせです。天賀ブランド初となるユニセックスプレジャーアイテム、うん、天賀ユニが好評発売中です。そうやね、俺さっきから小林さん、トーク聞いてるときずっと触ってる。そうそう。4色ずっと触ってる。各色。ローテーションで。ローテーションで触ってましたよね。だからこれ裏返したりしてね、これそのままで使えたりするんですけども、男性も女性も、そして一人でも二人でも誰でも自由に楽しめる次世代プレジャーアイテムです。リバーシブル仕様のプルプルストレッチ素材だから、指にはめて女性器に当てがったり、ひっくり返して、男性器を包み込んだり、自由な使い方で楽しめます。また、今回の PV はみんなで楽しく踊れるダンス映像ということで、ユニを指にはめて踊るユニダンスと、ユニの魅力が詰まったリリックに注目です。TikTok ではみんなで楽しむユニダンスキャンペーンを開催中。ユニダンスを踊った動画の投稿した方の中から抽選で、一組の方に、宮古島ユニの浜ツアー付き、往復航空券をプレゼントしますということで、太っ腹でございます。詳しくは天賀公式サイトをご覧くださいということで、実際まあ TikTok とか、動画でショート動画で流れてるらしいんですけども、まあこのオリジナルソングがありまして、それに合わせてこうユニダンスを踊っていただければ、抽選でね、指にはめながらみたいな感じ、はめながらユニダンスをするという、俺が若かったらな。いや、やってないでしょ。どうして、ね、やってます。若かったら、若かったら、はい、そのユニダンスじゃなくて、はい、あのベロにつけてクンにしたのにな。あー、それも使えるんや。あ、分からんけどな、はい、やれるかどうか、はい、まあでも別に やろうと思ったらできる、やろうと思えばできるぐらいの伸縮性はめっちゃあるんで、結構オールマイティーでだと思いますよこれ。はい、これ、まあ、普通の表だと、まあ、女性器に当てたら気持ちいいし、中にユニセックスでありこう一人でやるプレジャーアイテムでもありっていう、リバーシブル、うん、もうコンドーム代わりにはしないでくださいね。ああ、それは違いますね。はい、あの漏れますんで、漏れますんで、はい、それは、ご勘弁ください。はい、はい、ぜひね、ユニダンスちょっと見てみてください。覗いてみてください。さあ、じゃあここで一曲紹介しましょうか、はい、ご紹介した天賀ユニのために作った曲、はい、はい、こちらあるんです。オリジナルソングだそうで、はい、はい、ぜひこの曲でユニダンスを踊ってください。天賀ユニッツでユニでラブ。天賀プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天賀茶屋。マナの、いや、ツートライブさん、あれケンコバさんのが、いや、順よかったね、あれ欲しいの。3回戦行ったか、もうええで。なんで後輩になってますか。後輩にして3回戦の話。まさかそこに行くとは。なんで3回戦の話なんですか。順々で僕ら敗退したっていう話なんで、はるか前の話ですからね、もう3回戦。そうですよ、はい、なあ、
はい。なんで自分でもびっくりしてるみたいな。いや、本来、おばさんが言い出した。本来この笑いってさ、お前ら3回戦落ちてたでっていう笑いってさ、決勝行ったやつにやるあれやねん。いや、そうなんですよ。その時で負けとるからな。やっとそこで笑いになるのに決勝行ってて。うん、でも面白かったです。いやでも、ね、ありがとうございます。いや、マナちゃんが見てくれて、なんかほんまに。え、ほんまに見た？え、見ました、見ました。3回戦見た？ 3 回戦見てない？3回戦も見ましたけど、うん、でも確かに。はい、確かに。確かに。確かにその、3回戦準々決勝見た。マナちゃん、いいね。準々決勝の、うん、はい。ほら、好みだったなっていう。ああ、ありがとう。でも、準々決勝良かったっていうことですか？ありがとうございます。いや、めっちゃ良かったですよ。そうです。開口一番に、うん、あ、準々決勝めっちゃ面白かったんですけど、みたいな、もう言ってくれて。いや、もう、はい、行くと思いました。え、行きそうやった？そっち準決勝にでしょ。ツートライの漫才見て行くって言ったもう行くってなるめっちゃええ漫才だセクシー漫才師やな。えらい、偉いセクシー漫才師やな。撮ってきますね、うん、いやあ、それだからほんま嬉しかったですよ。いや本当に、はい、テンガファミリーの方にね、はい、会った瞬間に言ってくれて、はい、いやもうこれは伝えなきゃと思ってすぐに。いやあ、ありがたいですわ。いやもう素晴らしかったです、はい。いや、向こうやから なんでなんすか。3回戦とめっちゃすごいな。このコーナーは性にまつわるお悩みを女性目線で桜真由ちゃんが、そして男性目線を我々3人がお答えしていこうというコーナーです。心情書から、はい、一生続くぞ。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天下茶屋オリジナルステッカー付き、男性向け天下、女性向けイロハ、イロハプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントしますということで、はい、まなちゃんお願いします。よろしくお願いします。 SOD スターで、はい、見ましたこれ。ツイッター12月23日秋葉をジャック。2日間これはマナちゃんやっぱこんだけ真ん中にデーン座ったらやっぱそれは後輩はちょっとビビるわな。そんなことないですよ、全然全然、ね、うん、散布制でイベントが朝のもう10時ぐらいから夜の9時ぐらいまで、1部2部3部でやるんですけど、11時間はい、それで今も体調崩してマスクやもん。もともとちょっと季節の変わり目すぐなるんで、全然こう乗せるの楽しくね、やったんですけど、なんかコバさんの話があったじゃないですか。あ、犯人分からず、犯人のこともで、なんか犯人言うてますよ本人も。いやいやいや、それは犯人や、トマビトじゃないよ別に。いやいや、悪い子じゃないんで、犯人じゃないですけど、こともよぎりまして、ちょっと日々の態度見られてるのかなってちょっと感じるじゃないですか。このずとね、はい、うん、本当にこの席座る時も、はい、すっごい緊張して角の方にちょっと座って、はい、なんかこれいいのかなみたいな、この態度でいいのかなみたいな。確かちょっと今探り探りの、はい、ここに来てこんなに他の子たちの目を気にする、うん、確かに体になってしまう、これ。体になってしまう。なんかそーっと座ってる。はしゃいでないですよね。そうなんです。だからなんか、もしここで。もうピースとかしてんのにみんな。いや、実はこれ。みんなほっぺたでハートとかやってるのかな。そうなんですよ。しかもなんかこれは、デビューした順に、やっぱりちょっと長いんで、うん、で、この人数も多いじゃないですか。だから、はい、立つ子、座る子、下の方に座る子っていう、こう、はいはい、段がありまして、はい、それで、座らせていただけたんですよ、その、はい、椅子に。はい、ただ長いだけですよ、それだけの理由。あ、椅子組が長い組ですか。そうなんですよ、師匠的な、はい、はい、師匠、いや、そう、まあ、ずっと写真の真ん中に来るようにね。そう、そうですね、目線的にも。でもなんか生きてるって思われるのも嫌だし、なんか感じ悪いって思われるのも嫌だし、でしかもなんかポーズ取って後ろをここにかぶっちゃったりとか、前の子の頭から指が出てたりだとか、気使ってるやん。なんかもしそんなことでもして、あ、この人なんか見出しに来てるなとか思われたら嫌だなと思って、で、はい、静かにしとこうと思って。影響大事じゃないですか、これの。股の間に手を挟んで。そう、なんかおかみさんみたいな感じになってますよね。いらっしゃいませスタイルでやってます。いやいや、マナちゃん、だから忘れた、俺が言うたのは、はい、初対面で挨拶行きたいなと思ったけど、やっぱ奥に座ってるのが怖くて、はい、誰だってそうやん、それ、はい、そう、勝手な発想ですね、その子の。そうなんですけど、でいざ挨拶させてもらえるチャンスあった時に、めちゃくちゃ優しかったですっていうことで、うんうん、いい話。それはあなた犯人って。いやいやいや、コーナーが今ちょっと言ったのに便乗しちゃったんです、ごめんなさい。犯人は言いましたね、はい、犯人じゃないです、すみません、失礼しました、はい。で、結局、あ、分かったの、確定したんですか。いや、それが、ちょっと今、探ってるんですよ。はい、じゃあ、この日も探ってる状態、はい、この日ももしかしているかもしれないじゃないですか。はいはい、まだ探ってんねん。探り探り。でも、うちの事務所の女優さんが、はい、もう特定されてるんで、うん、違うなってなり、ここには、マインさんは何人ぐらいいてるの。私含めて3人で、小倉優奈ちゃんと多田井
まひろちゃんなんですけど、はい、この子たちはもう長いので、はい、違うよね。なるほど。ってなりで、はい、もしかしてうちの事務所から新しく SOD でデビューする女の子がいるのかなっていう探りも入れたんですけど、はい、いなくて、してるやん、はい、じゃあ違うかと、はい、ちょっと楽しみに行ってますよね。いやいやいや、真剣ですよ。真剣に探してるな。探してどうするか。いやいや、そう。いや、もうだから次の忘年会の時に、うん、やっぱちょっと見とかないと。やばい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 。怖いって。やばいって。めっちゃ怖いやん。なんすかそれ、見とかないと。いや、親しくなろうかなと思って。横座られたら怖いっすよ、それ。急に来られたって。なんかいろいろね、言ってくれた。これでもなんかトラブル起きたら俺もだいぶ責任感じる。ほんまに。責任感じるよ。ほんまに怖いな。いやいや、そんな、穏やかですよ、ちゃんと。穏やかな。これずっと水着でイベントしてるんですか、はい、そうなんですよ。え、もう下痢やん。全員下痢やん。ほんまそうや。まあ、店内は暖かかったんで、うん、まだ。いや、とはいえお腹で冷えるからね。まあまあそうですね。水着で暖房あってもお腹って冷たかったですね、触ったら。はい、まあ確かに、はいはい、全員下痢やん。いや、ほんまそうですよ。下したかもしれないです、もしかしたらみんな、うん、ずっとこれで何時間も。これで、そうですね、あの年に1回の結構あの祭りというか規模の大きい、はい、うん、ものだったので。いや、でも採用手やからね、また SOD さん。そうですね。いや、もう本当に、お客さんは殺到したんですよね。でもお客さん、あの、はい、たくさん来てくださいましたね。これ間近で見れるんですか、これを。あ、もうもう本当に、もうほぼほぼ隣ですね。そんな間近でこのメンバーを見れて、すごいな。水着、水着で、それはすごい得ですよね。これは本当ですか。間近でこういうの見れる。来年来てください。じゃあ、ぜひ。嘘だ、絶対来ない。ぜひぜひ絶対来ない。これ誰でも行けるんですか、ちなみに。誰でも行けます。あ、別にチケットとかもないですか。あ、ないです。あの、え、整理券は、はい、その先着順とかじゃないんで、はい、何人でも来てくださって大丈夫で、はい、DVD 購入すると、はい、特典として一緒に写真撮れるみたいな流れなんですけど、はい、俺やったらいけるかな。もう全然、え、みんなびっくりしちゃいます、ね、そのちゃんと整理券通るんじゃなくて、はい、ズルで。ズルで、ええわけないですけど。いや、もうそれ誰も、だってはいとしか言えないです。だって小葉さん来たら炎上しますからね、絶対。行けたとしても炎上しますよ。いや、逆のフェスになっちゃいますからね。小葉さんを取るフェスになっちゃうんで。そんなことない。まあ、この中に俺ちょっとあのファンの人もおるし。あ、そうですよね、うん、そうなんですよ。え、前言ってましたよね。はい。そうか、まだお二人には言ってないですよ。あ、違う。さ、その子じゃない、あ、まあ、その子もファンやねんけど、はい、もうすでに。はい。うん。もともとファンの子がいるんで。あ、本当ですか。はい、今、まなちゃん指さした後、その後、僕がパッと見ようと思ったら手で隠しましたね。ちょっとこれは秘匿にしとかないとと思って。手を置き換えるふりして。はい、ちょっと、あの、おっとと思って。あ、ファンの子がいるんですね。その二人に会いに行きたい。誰の、ほんまに会いに行きたいってことですね。いや、私にも会いに行きたいって思って、ください。そうですね。そう、せやな。え、でもすっごい、多分コバさんは、うん、良いと思います。最後にこれみんなでこう写真撮るんですよ。真ん中コバさん入る余白ありますもんね。ボスみたいな人ですよ、ね、女の子たちをたまれるリーバーみたいな。普段誰が回しするんですか。これ回しって誰がするんですか。あ、回しは営業の方がいらっしゃって SOD の。なるほど。ほんなコバさん来てくれたらもうコバさんが分回しますもんね。ここやばいですね、超男。そんな面倒くさいことするかい。なんて豪華なイベント。ちょっとそれもう変わります、だいぶ。カンスターねんぞ。11時間しかないですからね。そうですね。いやはや楽しそうやね。でもいや楽しかったです。あの、和気あいあいとしてて、やっぱ一人のイベントよりもいろんなことこう喋りながら普段できないことをしていくっていうのは楽しいんで。さあ、それでは、まなちゃんと一緒にお悩みメッセージにお答えしていきたいと思います。まなちゃん、メッセージの紹介お願いします。はい、まずは神奈川県のやっちゃい西さんからのご相談です。ケンコバさん、マナちゃん、トゥートライブのお二人、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は確認したいことがありメッセージを送りました。それは女の子のごっくんについてです、うん、今の奥さんは付き合っていた時からごっくんはありえないと言って一回もしてもらうことなく6年が経ちました、はい、今後もしてもらえることはないと思うのですが、あれは女性でいうところの何に当たるのでしょうか。潮吹きで吹いた潮を飲めって言われているような感覚なのでしょうか。だとしたら大関係なのですが、どうしたらごっくんしてもらえると思いますか。聞きたい。え、いや、聞きたいです。ほんまにしてくれる人としてくれない人、自らする人としない人とか、はい、完全に分かれるじゃないですか、これって。確
かに、ね、確かにごっくん。でもなんかごっくんしたあと大変みたいな話聞いたことあんねんけどな。それ女の飯食いにくいみたいな。あります。それあるらしいね。飯食いにくくなるみたいな。なんか詰まってる感じする。そうですね。喉に、なんかよくカルピスの原液例えられるじゃないですか。はいはい、なんかちょっとわかりますか。なんか残るみたいな粉っぽいのがね。はい、酸っぽい感じの。酸っぽいなんか痰みたいな。はい、なんつったらいいんですか。わ、はい、かりますね、はい。出ますねあれずっと。なんて言うんだろう、こうその喉に何かがずっと渦巻いてる感じとか、あと味が余韻で残りやすいんですよ、精液が。ねっとりしてるからずっとこびりついてるんですかね。なんかそんな感じする精子もありますね。その精子によるんですけど、しない人もしないですもんね。多分嫌なんでしょうね、この、まあ、よく有名なのがね、世界三大美女のクレオパトラがね飲んでたっていう、飲んでたり塗って、ね、肌が綺麗な美のためにコラーゲン、あれもどっかのスケベなおっさんが考えた説ちゃうかな。めっちゃ思いますよ、それ。いや、それは思います。そんなわけない、文献に残すかな、そんな。そうですね、だから飲め妖精のための、そうそうそうね、都合よく誰かがギャグで言ったことがほんまに広まってしまった。ああ、それもありそうですね。ただの大喜利の回答の可能性ありますもんね。まあね、バーンと受けたやつが。まあ、でもこれごっくんし嫌な人はしてもらう方法ってあるんですか。いやー、どうなんですかね。だからなんかこの女性でいうところの何に当たるのでしょうかってあったじゃないですか。なんか塩とかだと男性の、はい、尿と同じ感じじゃないですか、はいはい、だから男性の精子を女性で例えたら多分織物とかだと思うんです。わかんないですけど、分泌物としては大好物っていう人はおるけどね、はい、だからなんかそれを置き換えた時に、確かに女性の塩はチンタンスープやけど、男性のザーメンはパイタンスープやもんな。濃いんですよ。ね、チンタンとパイタンの差はあるよな。そうです。それはありますね。そう例えてる人初めて見ました。だからなんか好き嫌い分かれますよね、はい、私はすごい好きなんですけど、うん、でも最初やっぱりちょっと抵抗あったっていうか、飲んでみないと分かんないっていうか、精子のコンディションに。腹持ちいいのあれ。いや、すっごい膨れます。すっごい。じゃあダイエットにいいかもね。ダイエットにはいいと思います。また変な説。腹持ちいいのが大事やって言うからね。いや、本当に撮影中お腹ぐるーってなってて、お腹空いてて、ごっくんするとお腹いっぱいになるんですよ。なんか膜張ってんのかなって感じで。栄養もたっぷりなんですかね。まあ、生命体やもん ね、 ね、そうです、命って感じですよ、はい、そうですね、命やもんな、ね、はあ。でもなんか性格によっても全然違いますよね。女性の性格によるんちゃうかなと思うんですよね。ああ、それもあるかもしれない。包容力あるとか、なんかこう尽くしてあげたい人はやったりするしとか。ああ、そうなんかな。うん、じゃない。マジで俺最初に付き合った男ちゃうかな思うんだけど。ああ、やった方がいい。洗脳、ね、はい、結局初期設定で。うん、そうそう、初期設定。初期設定はでかいか。それでかいですね。あるかもしれないです。初期設定でかいですね。これが当たり前って言わす男やったらそうなっていくってみたいな。確かにセックスのコースを先に作るじゃないですか。はい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 。言っても決まるからな、セックスって。言っても。はい。うん。そうっすね。確かに肩は決まりますね、多分。確かに。それ、ああ、真理だと思います、うんうん。この方はそうじゃなかったということで、なかなかそこを覆すのは難しいという。はい、でも逆を捉えると、最初の男にごっくんの洗脳されてないってピュアじゃないですか。なるほどね、はい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 、とも受け取る。そうね、そう、オラオラじゃない人と付き合っ てたんだなみたいな。なるほど、こちらの方には天がエッグシルキー2を差し上げます。はい、すいません。続いてが大阪府のおっぱい横丁さんからのご相談です。いいね。ケンコバさん、マノさん、ツートライブさん、こんばんは。こんばんは。私の性に関する悩みを聞いてください。現在私には3年付き合っている彼女がいます。
普段のエッチに不満はないのですが、ちょっとマンネリ化してきたので、以前この番組でマナさんが紹介実践されていた天下エッグを裏返しにして愛撫をするという方法を試してみました。初めは少し抵抗があったみたいですが、使ってみると相性が良かったのかすごく感じていきまくりました。普段のエッチでは見たことのないような行きっぷりで、私のテクニックのなさを痛感したのと同時に、彼女がすごく気持ちよさそうにしている姿を見られて嬉しいという気持ちもあり、ちょっと複雑な気持ちになりました。ここで弊害が起きました。その後、さあ今度は私の番だと思い挿入しようとすると、彼女から今日はもう無理、敏感になりすぎてとお断りの言葉が。調子に乗ってやりすぎた私が悪いのですが、ちょっと寂しい気持ちになりました。その後もエッチをするたびに彼女から今日はエッグないのと催促がしばしば、使った日は必ず挿入まで行きません、かっこ口と手ではしてくれるのですが、マナさん、なんていうものを紹介してくれたんですか、笑い。私のテクニックでは天下には勝てそうにありません。私の希望としては現状天下を使う割合が 70%、 これをなんとか 30% にまで減らしたいです。何かいい方法があればご教授よろしくお願いします。あ、なるほど。ここに来てさらにこのユニっていうそれ用ぐらいのやつが発明されましたもんね、はい、やっぱりちょっと人のテクニックを超えてしまう部分が超えてしまうんですね。ありますね。じゃあこれマナちゃんがエッグでひっくり返したって言うと、これから着想を得てる可能性ありますね、このユニは。ああ、でもそうかもしれないな。応援があまりないですね。天下でラジオ流れてるって言ってましたもんね。確かに、うん、それだったら、いや私はじゃあとんでもない罪を犯してしまったってことですね。そういうことね。ますね、これ人類から挿入を奪うという大規模な話に。あ、でもこれ天下エッグガラッとこうひっくり返したことない、ないんで。あ、これの状態だ、これの感じなんですか、うん、似てますね、突起物みたいな、うん、そうそうそう。へえ、これはでも大問題ですよ。今日はエッグないのはちょっとなんか寂しいやろうな、うん、俺の指じゃあかんのか、俺の舌じゃあかんのかっていうね、うんうんうん、ちょっと天下エッグ漬けをしてしまうとね、これでも急増するんじゃないですか、天下エッグ使って。いや、いいことなんですけどね。うんうんうん、私はもう分かります、ハマる気持ちは。へー、そう、はい、そうなんや。天下エッグと、これですか、このイロハプチプラムが。ああ、もうイロハプチ、うん、やばいです、それもう大好き。なんかダメなんです、もう なんて言うんですかね、うん、舌が、うん、あの訓練されてる時舌一枚じゃないですか、はい、なんか千手観音みたいに舌が8本ぐらい張ってる感じの気持ちよさみたいな。そうです。はあ、やっぱ天下さんすごい。いや、それはだって下8枚、はい、あの男の顔が股間に8個並ぶ無理やもんな。絶対無理ですもんね、物理的に。そうですね、それを実現するという。いろんな角度から入ってくるから、それがもう何枚もに感じる、ね、そうです、そうです、刺激がもう、たまにハーレム系 AV 見た時、はい、こうダブルフェラーどころか、うん、そう4人ぐらいでこう、うん、なんとかフェラーしようと するシーンとか、はい、俺女優さんの脊髄心配するもんね。頸椎とか、はい、ういーって思って。4本はすごいですね、うん、でも、うん、これしんどいな、頸椎無理してるね、これ。やっぱりよく、さすが小葉さん、着眼点が本当そうですね、結構。あ、でもああいう状態を実現、うん、しないともう叶わないかもしれないですね。あー、 10% から 30%、 うん、コウさんずっと触ってますもんね、これ出てきたら。気持ちいいね。確か気持ちいいですね、なんか。ああ、小学生とかこれあの持ったらダメですけど、持ったらずっと一日触ってそうだ。あ、でも確かに気持ちいい。それいいっすよね、その透明なやつ。いや、透明なやついいですね。尖ってるやつ。もうこれなんて言うんだ、これ何も知らんと子供に渡したら、ちょっと子供の中で流行ってまいそうやもんな。ああ、そう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 。そうですね。でもこれいろんなことに使えそうな。そう、ダイヤモンドって言うらしいです。ああ、形もそうですね。そうなんです。お守り入れとけるしな。どこに入れてんすか。いやいやいや、時期的にもねいいかもしれない。クッションいらないでしょ、こんなクッション。お守りに。でもあのエアポッツとかやったら。確かに超。確かに。エアポッツ壊れへんやもんな。ちょうどしてな。になりますね。落としても壊れへん。そうですね。ほんまや。めっちゃ使えますよ。小銭入れとかもいけそう。汎用性高い。うん、ね、確かにこれ。ちょうどいいかもしれんの。
お守りもちょうどいいじゃん。いや、お守り入れる必要ないですね、そんな。いや、でもお守りサイズですもんね。あと、オナニーした後、あとでバックザメドロッと出るかもしれんというけど、祈祷にかぶせといたらな。受け止めてくれるもんね、俺。ザーメン防止。うん、ザーメン漏れ防止。防せろ。何に根も使えるの、確かにこれはちょっといろいろ、これ作ってしまったんやぐらい感じですよね、これ最終形というか。いや、だから、本当はこういうの作っちゃうともう、人類が超えられない壁を超えてしまってるんで。そこまでの発明。はい、発明ちゃいます。女性も男性も使えるってそういうことですよね。そうなんです。すいません。確かにこれつけてパッと手のひらなぞるだけでも手のひらでも気持ちいいですね。いや、これ超ああ。ほう。なるほどね。これが手のひらでも気持ちいいわ。これが当たるってことはってことですよね。めっちゃ今股間に当てたいですこれ。全然当ててください。やめてください。そんな低い声で。ダメです。全然当ててください。当てたらダメです。これはすごいですね。確かにこれ一個一個ちゃうんやな、感触が。ねえ。ダイヤモンドめっちゃいい。全然ちゃうわ。いや、多分刺激が強いのがいい人は多分ダイヤモンドなんですよ。うん、ああ、ちょっと私のクリ強いんで、やっぱダイヤモンドじゃないと。強くり。強くりですね。いや、いいですね。何のしょ、何のこれあれでしょ。もうだから、頼っていいよっていう解決方法になっちゃいますね。そうですね。でもやっぱこっちとしてはやっぱ天外グッズ使ってほしいんで、これをプレゼントしましょうか。うん、引き続きね。引き続きね、うん。手や口で抜いてくれねえとはもう、映画な。そうっすよね。優しいですよね。優しいよ。うん、それではこちらの方は、天がエッグトルネードを差し上げます。はい、続いてが神奈川県のコロッケさんが着てる T シャツさんからのご相談です。ケンコバさん、マナちゃん、ツートライブ、改めザ・セカンズの二人、こんばんは。はい、今日は相談があってメールしました。それは彼氏の AV の好きなジャンルが普通の人より気になってしまうことです。以前お付き合いした彼は、誰が聞いても優しいと言われるような爽やかな人で、私も心を許していたのですが、ある日、彼氏の部屋から見たこともない AV が出てきました。同棲も近く控えていて、少し同棲して慣れたら犬飼おうよという彼の意見に賛同し舞い上がっていたところ、彼の部屋から犬とエッチをする AV が何本も出てきました。鳥肌が立ちました。衝撃すぎてその後彼氏の目を見れずに体調が悪いと言って帰って、それっきりで別れました。私自身彼氏と AV を見てそのままことをするみたいなこともありましたので結構好きだったのですが、それ以来お付き合いする人の AV の好みが気になって仕方ありません、そこで質問です。男性は好きな AV のタイプを聞かれたら素直に答えてくれるものでしょうか。またマナちゃんに聞きたいです。好きになった人の好きな AV のジャンルは気になりますか。これは1本とかやったらちょっと興味で見てるぐらいやけど、何本も出てきたってことや。見たことはありますよ。あのだから女性と犬ですよね。あれ見たことはあるんですけど、まあ一周全部見るじゃないですかジャンル、別に男やったら見るんですけど、見たことあるんですけど何本もってなる。でもそれやからってこれ犬を飼うと別に関係ないですよね、この人の趣味と。それをいや、それをだから怖がってるわけやろ、もしかして2人の飼った犬に。とか、あとそういう目で見てんのかなとか、させようとするとかってことかな、はい、これでファンタジー、いや分からへんやん、それは。ああこうなったんか。いや、まあそもそも男のチョイスミスってるけどね。ほうほうほう、あれえ、そもそもですか。ミスってはエブが出る前からさ、やっぱりそのなんか爽やかで売ってるやつなんか、ここね、人類のクズしかいないよ。誰が聞いても優しいと言われるような爽やかな人で、爽やかで売ってる人は聞き逃してましたよ。人生のクズ、人類のクズなんですか。しかいないやん、その爽やかな人なんておるわけないやん。本来人間の本質を考えると、見た目、その人を騙すための衣をかぶってるやつやんが爽やかキャラだ。詐欺師ないでしょ。詐欺師は誰が聞いても優しいと言われるような爽やか。いや、誰が聞いても優しい人はおるよ、はい、でもなんか爽やかって確かにな、爽やかって人工物やからあれ、散髪とか。いや、でもすごい分かります。散髪とか服とかの人工物やから爽やかって、うん、俺爽やかで売ってるとは別に書いてないんで、そうで周りで爽やかが好きやったやろ。まあそうですけどね、この人が、この人が爽やかと感じたと、うん、爽やかって感じを見たら、こう人って書いてある周りになんか罰みたいなのが4つぐらい、もうそうそう、G な、ねえ、もう爽快、爽快の爽な、はい、罰罰罰罰罰罰って乗ってますね。無理やりすぎるやん、怖いな怖いな怖いな、そういうことなんや。
いやまあでも確かに、いやだって、優しい動物はおるやん、うん、はい、爽やかな動物っておるか。いや、それいないですね。てか、それ人工物やね、あれ。はい、はあ、深い話してはるな。爽やかって、うんうん、言われてみると、ナチュラルに発生するもので、うん、爽やかなもんってないね。確かに。だからミントとかやったらでも植物ですけど、まあ、爽やか、うん、だからそれを利用してんねん。だから爽やかなんじゃなくて、爽やかに寄せてる人、うん、爽やかを作ってるってことですか、ね、生の爽やかっていうもんの人間はいないってことですね。そもそもいない、絶対に。だけどそれが、うん、っていう爽やかというもんがあるから、その概念に向かって走っていってる人はいるけどっていう、うん、うこれで人を騙して人儲けしたろうっていうやつしかおらんねん。違う違う違う、そんなこれは飛躍じゃん。いや、これはな、人儲けじゃなくて女こましたろうっていうこと。いや、これはこの人が相手に対して爽やかやと思ったって。犬かわして犬を犯したろうっていうやつ。なんでやねん。そんな話じゃないですね。そんな話ではないです。犬を犯したのとかいう話じゃない。爽やかな音、爽やかというキャラが一個乗っかってる男と、うん、付き合った時点でお前の負けやて。厳しいっすね。うん、騙されちゃダメだと。コロッケさんが着てる T シャツさんが悪いと、うんうん、お前の負けやて。爽やかで選んじゃダメだ。お前もう3回戦で負けててんて。関係ないでしょ。話戻ってん。関係ないでしょ。3回戦この人置いてる。1行で戻しますやん。何をそんな言うてはるんかな、またそこへの振りやったんかこれ。ね、え？怖っ。まあね、爽やかイケメンとかいう言葉も流行ってますしね。はい、うん、イケメンとか持って生まれたもんやからもありえますもんね。まあね。でも爽やかつけるとイケてる犬とかおるもんな。イケてるライオンとか、確かに顔つき、まあ、イケメンやなと思う犬いますね。おるよな。凛としてるもん。でも爽やかやなって犬おらへん。いないです。まあ確かに、うん、確かに。まあ、の時点で負けということですか、うん、でも AV の好みとあれは関係してくるのかっていう質問なんですけど、この方はそんなことより、これはもう千差万別やけども、その前の時点で積んでたね。そうなんかな、積んでた、積んでない。まあ女もそれを、そこをまず見極めを大切にしなさいってことですね。はい、はい、こちらの方にはいろはプチプラムを差し上げます。以上です。はい、はい、バナのケンコバさんのが欲しいの相談メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。それでは、マラちゃん、お知らせの方お願いします。はい、12月29日に、おとといフライデー の、 あのワンマンライブがあります。ウォール&ウォールというところでやるんですけれども、うん、壁&壁壁です。あのよかったら来てください。年末なんですけど、はい、すごい地下っぽいとこですね、うん、すごい地下だと思います。29日、29日です。すごい年末ですね。ぜひぜひ、はい、お願いします。それでまなちゃんは仕事納め。そうです。おお、なので思いっきりやるなよんならね。そうなんです、何だってできちゃいますよ。ああ、そうですね、はい、飲みながらとかはさすがにしない。忘年会あるんじゃないですか、それこそ。あ、忘年会は来週あるんですけど、す、はい、なのでその要因引っ張りながら盛り上げようと思います。探偵業も続けながら。もうそうですね。いや、そうですね。淡々と。怖いってやってるます、いまだに。聞いてたら怖いって。誰だろうと。ドキドキするとずっと。じゃあここで、まなちゃんありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。テンガプレゼンツ。ミッドナイトワールドカフェテンガチャヤ。この番組は、テンガの提供でお送りしました。深夜1時30分からケンド小林とスートライブ周平魂と高典がお送りしてきました、テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガチャヤ。それではメッセージを紹介したいと思います、はい、静岡県のバッキーンさんからです。はい、ケンコバさん、ツートライブのお二人こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。さて、今年が M1 ラストイヤーのツートライブさん、はいはい、準々決勝敗退の結果を知り、決勝で見たかったなと一リスナーとしては心残りな部分もありました、はい、ただまだ終わりではありませんでした。
TVer にてワイルドカードの投票があり、投票するからには準々決勝まで進んだ全芸人さんのネタを見なければ失礼に当たると、ちゃんとした人すごい、夜な夜なネタを見続け笑わせていただき、いざどの組に投票しようと迷っている11月30日の深夜でございます。最終的にはからしれんこん、スーパーニューニュー、ツートライブ、デルマパンゲ、どれに入れようか悩んでいたところ、スーパーニューニューが1ヶ月の活動休止、そんなんあんねよ、3択で非常に悩みました。結果ひいき目ありでツートライブさんに投票しました。この思いが通らば準決勝決勝と笑わせてください。ここ最近のカニのオチを聞くために、そろそろ年始実家に持っていく分買わなきゃと気づかされております。これからも頑張ってください。そんな聞き方の人もね、うん、申し訳ないですけど、もう今日の時点で思ってしまいましたね、はい、投票ありがとうございました。21票集まってましたね。ここにも1票ありました。嘘やもん、20票や。いえ、これ、え、この人含めてですか。え、この人も嘘ついてるんですか。え、え、投票してないですか。デルマさんとかに投票してるんですか。カラシレンコンとか、うん、何の嘘なの。何の嘘やねん、わざわざ送ってきて。いやでもありがとうございます、ありがとうございます本当に、はい、まあ、いけなくてね申し訳ないです、申し訳ないです、ね、期待してくれてたのに、うん、こちらの方には、テンガオリジナルバキュームカップを差し上げます。番組ではメッセージを募集しております。どうぞ851でお行きください。テンガへ歌、テンガギリギリ大喜利、大喜利のお題はさくらまなが友人との会話を全く覚えていないなぜとなっております。それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームから天ガチャ屋を選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天ガをプレゼントいたします。天ガチャ屋の公式 X、 そして Instagram も展開しています、ぜひチェックしてください。そして今日の番組のウェブ版をポッドキャストで配信します。今日の放送分は来週月曜日配信予定です。パソコン、スマートフォンからチェックしてください。さあ、それでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お会いだ、ケント小林と、ツートライブ高森と、周平魂でした。さよなら。さよなら。